皆さんこんばんは、MK です。マインクラフトパート162やっていきましょう。今回はネザーに行ってちょっとした実験をやっていきたいと思います。そう、前回作ったこちらの自動かまど焼き装置なんですが、スムーズに使うためにはまだまだ燃料が足りないんですよね。ということで今回はこちらシュルカーボックスいっぱいのマグマ入りバケツ用意したいと思います。なんですけど、ただ組んでくるだけじゃ面白くないということで、今回はネザーに行ってマグマの中に入って、マグマの下からマグマを回収していきたいと思います。何を言ってるのかいまいちわからないという方多いと思うんですけど、 MK さんマグマの中に入ったらやられちゃうじゃないですかと、そう皆さんは言いたいんですよね。なんですけど今回用意しましたのが、はい、こちら下行きましてポン、耐火のポーション。これがあればマグマの中に入っても大丈夫なはずです。そう、 MK さんは実はこれちゃんとテストしたことはないんですよね。こう軽くマグマだまりを作って片足を突っ込んだことぐらいはあるんですけど、あのネザーみたいなあの大量のマグマ、その中でこう泳げるのかとかは試したことがないんですよ。ちょっと怖いところではあるので、今回はそれがちゃんと成功するのかも含めて試していきたいと思います。まあもし失敗してもネザライトの装備なのでなんとかなるでしょう。ネザライトだったらあのマグマで燃えないですので回収はできると思います。はい。いやでもマグマの上に浮いてる装備をどうやって回収するんだ。まあいいや。失敗した時のことは考えないようにやっていきましょう。はい、そしたら耐火のポーション用意しまして、あとはもう一つ試したいのが、待てよ、水、あれ違う、ただの水入り瓶とネザーウォート、これを使って暗視のポーションですね。ネザーで暗視のポーションを使うとどうなるのかも試していきましょう。でこうやってる間に暗視は金の人参ですね。金の人参取りに行きましょう。そう、 MK さんも最近ね、ポーションの使い方結構分かってきましたので、今後はねポーションとかもうまく使いながら冒険していきましょう。跳躍とかあの足が速くなるやつとかは普通の冒険でも使えるんじゃないでしょうか。はい、そしたらここに金の人参を置きまして、ネザーウォートも置きまして、いや緊張するな。はい、じゃあここで耐火のポーションですね。1個あれば大丈夫か。8分、いや大丈夫でしょう。いや念のため2個持っとこう。3個はいらないと思うけど2個ぐらいだったらあってもいいですね。はい、そしたら不完全なポーションに金の人参が入りまして OK。 暗視のポーション完成しましたけどまだでした。じゃあここにレッドストーン入れていきましょい。そう、せっかくだからね、これは時間を延長してから使いたいと思います。あとなんかやることないってか。そう、結構ねこのエンチャントした本とか溜まってきてるんで壊しちゃってもいいんですけど、なんかに使えないかなっていつも思っちゃうんですよね。これみんなどうしてる？みんなもう経験値にしちゃってる感じ？無限に溜まってもしょうがないと思うんで、 MK さんもまあ経験値にしちゃおうか。はい、そしたら暗視のポーション取り出しまして、まあこれは1個あればいいでしょう。そう、27個のバケツでこう組みますので、あんまりこの時点であの持ち物欄をいっぱいにしてるとダメなんですよね。そしたら待て、これさ使わないよね。斧とかシャベルとか使わないと思うから、一旦リスクヘッジの意味でここに入れておきましょう。なくなったら怖いんでね。そしたら早速、ネザーに向かっていきますよ。タピちゃんバイバイ。MK さんは今からマグマを泳いでくるよ。マグマって泳げるんでしょうか？水中呼吸とかがないと息ができないとかそういう話ある？だとしたら水中呼吸のポーションも用意してくればよかったんですけど、まあ今更言っても遅いのでちゃちゃっと向かっていきましょう。待てよ。うわ、待て、違う、今回は、あらら、今回はあなたたちと戦いたいんじゃないの？ちょっと待った。じゃあ早速、耐火のポーション飲んで、MK さんちょっと下に向かっていきたいと思います。ダイブするよ。行くよ。はい、じゃあここ、MK さんダイブ、行け！耐火のポーション飲んでるから大丈夫なはず、オッケー。大丈夫でした。うわ、こういう感じなんだ。そして息はできるんですね。普通の水と違って中に入っても息はできるみたいです。ほら。息はできてる。うわ。怖っ。こんな感じなんだ。じゃあ早速バケツで組んでいきましょう。うわ。もう組み放題じゃん、こんなの。はい、じゃあどんどん組みますよ。と地面が見えてきました。あ、一応この下にもマグマブロックとかネザーのブロックはあるんですね。この下をさらに掘れば岩盤があるといった感じなんでしょうか。はい、じゃあもう全部、あれ？え？何？狙われてる？うわー！え？嘘？え？マグマの中って見えるの？ガストさん。ちょっと待った。ガストさんってさ、マグマの中でも見えるのか？うわ、めちゃくちゃ上が遠いんだが。はい、じゃあここ上行きまして、どこいたガスト？お前か。やばい。待って。ここでやられるのはシャレになりませんから。待って。あ、入ってきてんのか、もしかして。
入ってきてる？ちょっと待って、見えない見えない、ちょっとやめてやめて、マグマの中って安全じゃないの？ちょっとやばい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 、待って、どこがどこの何がどうなっていった、どこ、え、何何何が起こった、何が、うわーい。ちょっとやめてくれ、ちょっと待った、ちょっと待った、倒せ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 、なんでこんなとこであなたと戦わないといけないんだ、ちょっと待って、倒せ倒せ、もうなんでなんでなんで、ちょっともう倒せないわ、逃げよう、え、待って、どうしようどうしようどうしよう、え、これってさ、これってエリトラで飛べる、エリトラで飛べるんだったらエリトラに変えたいんだけど、はい行くよ、ここでロケット花火、おお、あ、飛べる、え、これって、あ、マグマの中からでも飛べんの、マジか、行くよ、待て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 、こうするでしょ、こうしてこう、ほらマグマの中からでも飛べる、え、そうなんだ、ほらそれは今知った、はい、そしたら待って、安全なところまで移動したい、どこ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 、あー、そこか、駅がそこですので、待てよ、今回でさ、ブレイズロッドも回収したい、ブレイズロッドは確かこっち側のネザー要塞にあったと思いますけども、あれネザー要塞どこ、ちょっと待って、ネザー要塞、いや、こんな遠くないはず、こんな遠くないところにあったはずではあるんですけども、ちょっと見づらいね、ちょっと見づらいから画角を変えまして、下通んないと分かんないか、うわ、ちょっと待ったちょっと待った、読み込みが、読み込みが追いついていない MK さんなんですけども、あ、あった、あ、あった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 、え、でもこれさ、普段 MK さんが使ってるネザー要塞じゃない気がする、まあでもいいよ、ブレ、あーたたた、ブレイズいた、ブレイズのスポナーがあればぶっちゃけどこでもいいっちゃどこでもいいんですけども、 OK、 待てよ、拾えてる、あ、拾え、待った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 、一旦ちょっと待って、ちょっと待って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 、一旦シュルカーボックスに入れないと危ないんだった、待って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 、はい、あなた倒して落ち着け、どこ行くの、はい、あなた倒して、全然、あ、やべ、ウィザースケルトンいた、ちょっと待ったちょっと待った、一旦さ、一旦 MK さん、ちょっと待って、来てる、あ、来てないね、オッケーオッケーオッケー、この中に、はい、こちら溶岩バケツ入れてしまいましょう、はい、ここガン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 入れていきまして、ちょっとでもリスクを回避したいと思います、はい、オッケーオッケーオッケー、はい、これでいっぱいのね、溶岩バケツ手に入りました、でこっちだとちょっとわかんないな、こっちだとわかんないから、やっぱりあのいつものネザー要塞に向かおう、確かさ、うわ、わかんねえ、この中だよね、ここの下行ってさ、途中のところでさ、奥に行く、おーと、村人さんいた、まだ生きているんですね、まだ生きてる村人さんがいるみたいです、待って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 、こっちだな、あ、そっか、あ、ソウル速度だソウル速度のエンチャントがついてる、だからこういうところは早く歩けるんですね、やばいやばいやばいよやばいよ、あたた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 、ここがいつも MK さんが使ってるネザー要塞でございます、じゃあブレイズロッド集めていきましょう、いや大丈夫っしょ、これさ、あの、あれだったった、オッケーオッケー、2本、10本ぐらい集めたいな、ほい、いや久しぶりにこんなことしてる、待て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 、いや余裕では、いやアイテムボーナスやば、え、アイテムもう10本集まった、え、じゃあ20本ぐらいいっちゃうか、20本いけそうな気がする、待て待て待て、こっち来る、こっち来る、あなた、ちょっと待ってちょっと待って、いや、ね、ネザーというかネザライトの装備強すぎでは、はい、じゃあここも倒して20本取るぞ、 MK さんは、おい、はい、12本、あと8本、もう湧いた、そう、あのスポナーがあるからちゃちゃっと湧くはずではあるんですけども、なかなか湧かないな、この辺りのあの上限とかじゃありませんでしたね、オッケーオッケーオッケー、あ、1本か、なんかさ、落とすか落とさないかの率が変わるというよりは、落とした時の本数が増えるみたいな、そういうイメージですよね、アイテムボーナスって、合ってる、アイテムボーナスってさ、そういう意味だよね、違うっけ、ちょっと詳しい方教えて、確かさ、アイテムが落としやす、アイテムを落としやすくなるんじゃなくて、アイテムを落とした時の本数が増えるだったと思うな、なんかアップデートとかで変わったんでしょうか、詳しい方いたら教えてください、何してるあなたたちは何をしているんでしょうか、ちょっといまいち分かりませんが、おー、湧いてる湧いてる、はい、じゃあここガンガン倒して、20本目指していきましょう、全然食らわんぞ、いけ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 、オーケーオーケーオーケー、15本、あとあと5本、湧いて、あと5本ぐらいだったらちゃちゃっと手に入ると思うんですけど、怖いね、はい、また2本手に入って、あと3本、そいつ倒すか、待てよ、ほい、あ、結構いた、ほいほい、オッケー、落とした落とした、お、20本、オッケー、20本まで行きましたけど、とりあえずじゃあここの2体だけ倒しちゃおうかな、はい、じゃあここを倒して、あれ、落とさない落とさないよ、あなたは落として、あれ
お、落とした。お、23本素晴らしい。これでもうあれですね、あのネザーじゃねえや、ブレイズロットか、ブレイズロット、ブレイズパウダーに困ることもないでしょう。なんか確かブレイズロットとかって危ないよ。ブレイズロットとかって燃料としても使えるんですよね。まあ MK さん今のところ使う予定はありませんけど、マグマとどっち効率が、やめてよ、マグマとどっち効率がいいんでしょうか。わかる方いたら教えてください。あ、そして暗視のポーション使うの忘れてた。じゃあこれも飲んでいきましょう。どうなる。怖っ。何これ。こんなんじゃいけなくない。これの方が見づらいよ絶対。暗視のポーションの方が見づらいということが分かりましたので、今後これを使うのはやめましょう。よし、じゃあ、戻ってきて、お、夜だ。夜だけど暗視のポーションだから結構明るいですね。待って寝ましょう。クリーパーとかが湧く前に寝てしまいましょう。OK、 よかった。ブレイズロットも大量に手に入ったということで、じゃあ最後に、待って、最後にあそこに、こちらのバケツを大量に入れて終わりましょう。シュルカーボックスを置きまして、ほい。いや、こんなあっても、いや、でも使うか。結局使うよね。自動かまど焼き装置、今後は大活躍してもらう予定でございますので、しっかり入れていきましょう。いや、めっちゃあるじゃん。いや、バケツを用意するのが大変なんですよね、ここまで。まあまあまあ、あれか。ガーディアントラップじゃなくて、アイアンゴーレムトラップ。あれがあれば結構余裕ではあるんですけど、放置だけで手に入るからね。はい、ということで、今回はこちら、自動かまど焼き装置に大量の溶岩入りバケツ用意することができました。今後はこれを使ってもっと便利にかまどを使って焼いていきたいと思います。ということで、今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。